どうも、キューティクでかい馬田です。おじゃしゃ、ははは、浜倉、渋谷の残飯。地面に落ちてるやつか。というわけですね、今回まずはビデオ、都市伝説シリーズでございます。チャイナ。というわけですね、都市伝説の世界的権威、ミスター関を呼んでおります。あーふぅーこんにちは。来たねー。どうも、どうも。先生こんにちは。ミスター関。私は元気じゃぞ。寒いのにご苦労。今回の都市伝説は日本の童話でカチカチ山ってのが存在するんだけども、本当の物語は食人の物語だったのね。というわけですね、今回そのカチカチ山について触れていきたいと思います。じゃあまずカチカチ山の大まかなストーリーなんだけども、おじいさんが畑に豆をまこうとして耕したところ、タヌキがその畑を悪さして収穫するはずだった豆を全部食べてしまったんだよ。で、怒ったじいさんがそのタヌキを縛り上げて天井に吊るして畑仕事にそのまままた出かけたの。押したんですってこと。カビ生えんだろお前。まあそのじいさんの傍らのおばあさんに、そのタヌキがまあ自分が悪かったと反省するふりをして穴をほどいてもらうと、近くにあった木根でおばあさんをぶん殴って重傷を負わせてしまうのね。そこで怒ったあのおじいさんが、前に行ったことのある山に住むウサギにその理由を話して敵を討つというふうに約束したの。で、その知り合ったウサギが薪を拾うのを手伝ってこいっていうふうにそのタヌキに言ったのね。で、タヌキの背負った薪に火をつけてタヌキに大やけどを負わせるっていう話なの。で、その火傷した背中に火傷の薬だって言って、味噌に唐辛子を混ぜて練ったものを背中に塗りたくって、あの追い打ちをかけるっていうのは内容なのね。まあこの子供用に作られた話っていうのは別に誰も死傷者とかは出てないわけ。ああ、おばあちゃんはなんとか生きてたの。おばあさんは助かったの。ああ。ボーボーにされたよって。余計シワシワになるだろ。ただ、昔に書かれた本当のストーリーっていうのは、殺人とかカニバリズムが見え隠れする強烈なメッセージが含まれてるのね。まずじいさんは畑でいたずらをされたタヌキを捕まえて持って帰って小屋にそのまま吊り下げておくんだけど、その後まああのタヌキは反省するっていうふりをしてばあさんに縄をほどいてもらうね。ここまでは一緒なんだけど、その後タヌキは近くにあった木根でばあさんをぶったたいて殺してしまうね。本当の話は殺害してしまう。ここが変わってくるんでしょ。そうなんですよ。こっからがグロテスクなのが、その殺したばあさんを切断してババア汁って言って、あのばあさんを鍋にしてしまうのよ。バチゲー絡みつけんなよ。で、その上さらにじいさんを騙してそのババア汁をじいさんに食わせるのよ。罰ゲーム的なね。お味の方はどうだったんですか。これ、まろやかだったなっけねえだろ。これ本当すごいのが、じいさんがそのババア汁を食ったことを確かめて上で、そのタヌキがババアを食ったじじい、流しの下の骨を見ろって罵ってあの逃げてしまったのよ、タヌキが。でもじいさんはちゃんと味の感想までもタヌキに言わされたっていう話なのね。で、もうじいさんはもうその事実を知って悲しみに暮れるんだけど、まあ、あの裏の山にいたウサギはタヌキを探し出して背負わせた茅に火をつけて大やけどをさせる。まあ、ここは一緒なんだけど、泥の船に乗せて二度としないから助けてくれっていう風にあの懇願するタヌキを見殺しにして溺れさせて殺してしまうっていうような結末に終わってるのね、最後は。で、最後は結局タヌキは死んでしまうわけ。一つね、はい、あの気になる点が、あのこのババアのスープっていうのは、はい、味噌ベースなのかコンソメベースなのかってことでね。お前美食家かお前。ただこの話の味噌になってくるところあのウサギによる必要なまでのタヌキの報復なのね。でも背中に火をつけてただれた肉にさらに刺激物をなすりつけて、最後は泥の船に乗せて溺死させてしまうというかなり残虐な敵討ちがここに書かれてるのね。じゃあなんでこのウサギっていうのがタヌキに報復するのか。で、急に出てきたわけだよね。そう、急に出てきたんですよ。つまりこの当事者でもないウサギっていうのが本当に残虐性に満ちた復讐をするっていうのは違和感を覚えるぐらいの内容なのね。裁判官みたいな感じ。つまりこれ、答えはカチカチ山に隠されたもう一つの真実があるのよ。カチカチ山が作られた時代っていうのは実は戦国時代に作られたっていう話なのね。で、タヌキっていうのは自己利益と欲望で行動する、いわゆるそういう欲望の象徴なの。つまりタヌキっていうのは、あの当時の言葉で言うと賊っていう言い方がされるね。で、このじいさんとばあさんっていうのは、まあ、いわゆるタヌキ、つまり賊にあの翻弄されてばあさんは食われてしまったので、ウサギっていうのは当時では忠実なる部下っていう風に捉えられるんだね。つまりこのウサギは戦国時代の仇討ち、つまりじいさんを殿様と考えれば、ウサギはそのじいさんの命令を忠実に再現しなければいけないのよ。つまりその主従関係がここに描かれてるのって話なのこれ。で、あのウサギが行った火攻めと水没っていう行為には実は本当に理由が存在するの。
これ決してウサギが憎しみを込めてタヌキを無意味にいたぶったわけじゃないの。昔に世界各地とか日本でも古代から中世に至るまで政治的にも行われてた裁判の形をカチカチ山で表現したのよ。つまり本当にこのウサギっていうのは裁判官の役目を担わされてるのよ。じゃあウサギは何の恨みもなく、うん、まあ、仕事として殺したわけでしょ。本当にそういうことなの。ビジネスキラーだねすごい表現だな